京3党の笠井明です。東京電力福島第一原発事故から1年4ヶ月が経過いたしました。被害は今なお継続をし拡大し続けております。避難者が16万人を超えて、県外避難者は6万3000人に上ると、引き続き困難な先の見えない生活を強いられております。家族も地域社会もバラバラ、そして人間が共同して生活するという当たり前の権利が奪われている。福島県の浪江町は今年4月に復興ビジョンというのを発表しましたが、その作成にあたって子どもたちにもアンケート調査をし、1217人からもアンケートを集めました。ここに持ってまいりましたが、その中で自由意見ということで子どもたちが手書きで意見を書いているというものがずっと書いてあります。大人になったときに浪江町はどんな町になってほしいですか。この問いに、原発事故の前のように放射能の心配のないきれいな浪江町になってほしい、浪江の家に住みたい、家族みんなで過ごしたい、他方で浪江には戻らない、自分に子供ができたら住みたくない、もう住めない町という声もあり、胸が痛みます。そこで総理、こういう福島の被災地、被災者が深刻な事態になっているという認識、当然持っていらっしゃると思うんですが、どう受け止めておられるでしょうか。野沢内閣総理大臣。今委員ご指摘のとおりですね、警戒区域、計画的避難区域をはじめ、今なお約16万人の皆様が避難を余儀なくされているという状況でございます。で、先般私も福島県をお尋ねをいたしまして、いわきの中で、仮設住宅に入っていらっしゃる方、あるいは川内村に行って全村帰還という方針ではありますが、今お借りになっている方はまだ2割という状況の中で、例えば子どもたちとお会いしても、例えば中学校で早く野球やサッカーの部活動をしたいけどメンバーがいないと、クラブ活動はバドミントン部だけとか、いろんなお話を聞いて、帰っていただくための、希望されているための人たちのその環境整備をするためには、当然産業振興であるとか雇用であるとか、あるいは医療介護の整備であるとか、インフラの整備であるとか、あるいは教育環境がどうかとか、いろんな課題があることを改めて認識をした次第でございまして、帰還を望まれている皆様が一日も早く帰還できるような、そうした整備を全力を尽くしていきたいと考えているところでございます。笠井君。なぜそんな事態になっているかが問題だと思うんです。国会事故調査委員会が5日の日に最終報告書を衆参議長に提出をいたしました。その冒頭にこうあります。福島原子力発電所事故は終わっていない。その上で住民の被害状況についてもこう述べております。住民は事故から1年以上経っても先の見えない状態に置かれている。政府はこのような被災地域の住民の状況を十分把握した上で、避難区域の再編、生活基盤の回復、除染、医療福祉の再整備など、住民の長期的な生活改善策を系統的、継続的に打ち出していくべきであるが、縦割り省庁別の通常業務的施策しかなく、住民の目から見ると、いまだに整合性のある統合的な施策が政府から打ち出されていない。こう指摘があるんですが、総理、そういう責任感じていらっしゃいますか。枝野経産大臣。ご指摘は真摯に受け止めなければいけないと思っておりますし、また特に住民の皆さんからどう受け止められているのかということは、本当に真摯に受け止めなければならないというふうに思っております。ただ一方でですね、今ご指摘いただいたことについては、除染、それから賠償、避難区域の見直し、それから今総理がおっしゃられた、戻って具体的にいただくための様々な作業、これは復興庁を作っていただきまして、平野大臣を中心にしてですね、経済産業省、環境
境省と関係省庁そのもとにですね、東京においても現地においても、省庁のここについては縦割り壁なくですね、仕事をさせていただいているところでございます。十分にそのことが伝わっていない現状であるということを真摯に受け止めながら、さらにできるだけ急いで、今のそれぞれの作業を前に進めてまいりたいと思っております。笠井君。そういう責任を持ったことになっているかということなんですけれども、昨年12月に総理が事故収束宣言を出されて、そしていくつかの地域では4月16日今年、警戒区域が解除されて、そして、避難指示解除準備地域に、区分が変更されるところもあると。そしてそこでは宿泊はできないけれども立ち入りが可能となって、あたかも事態が改善されたかように言われておりますけれども、とんでもないということであります。パネルをご覧いただきたいんですが、これは南相馬市の地図でございますけれども、南相馬市の被災状況を示したものであります。上の方から鹿島区、原口区、小高区ということで、この赤いラインが20キロの県でありますけれども、黄色いところが30キロ県ということで、私も一昨日福島市からですね、飯舘村を通って南相馬市、鹿島区、原町区、そして、小高区、この20キロ圏内で新たに避難指示解除準備区域のところに行ってまいりました。で、一言で言いまして、昨年の 3.11 から1年4ヶ月、時計が止まったままと、こういう衝撃的な光景を目撃いたしました。つい1週間前まではカラスの声しかしないと、こういう話も聞きました。津波で流されたままの空母や船がまだ転がっている。家の1階が津波で抜けてしまったままになっている。倒壊した家もほとんどそのままです。田んぼは草ぼぼうか、あるいは干拓地の方は、水浸しのままということで、この解除の日を待ち望んで4月16日にもう午前0時過ぎたときに、もう真っ先に戻るということで戻られたものの、戻ってみると上下水道などのライフラインは止まったまま、自宅のトイレも使えない、ゴミも出せない、瓦礫の仮置き場も決まっていないと。帰宅してもですね、何もできないっていう期待、これが本当に期待があったのに絶望に変わって自殺された方もおられます。またお話伺った方のいとこの方は、一週間後に心筋梗塞で亡くなってしまったということでありました。政府は収束宣言を出して、立ち入り禁止は解除したわけですが、帰るための手立ては取っていなかったと。ただ帰れると言っただけであります。総理、こんなことでですね、国の責任が果たせると、こういうふうにお考えでしょうか。これは総理に伺いたいと思います。さっき枝野さんから説明がありましたので、お願いします。野田内閣総理大臣。昨年の12月、私が宣言したのは、冷温停止状態になったという、ロードマップに基づいた中での一つの判断をさせていただきました。で、その後ですね、避難区域の見直しに関して、これは減災本部の決定に基づいて、警戒区域の解除であるとか、避難指示区域の見直し作業を進めてきており、そのために、除染であるとか、必要な事業等を国がやるべきことと、あるいは市町村が担当するものとか、いろいろありますが、それぞれの役割分担の中でしっかりとやっていきたいというふうに思います。ただ、被災地の皆様のいろんな思いがあることは事実でございますので、被災地の皆様に寄り添う気持ちの中でですね、対応していきたいというふうに考えております。笠井君。事故が収束したとはっきりおっしゃってから一連の事態がこういうふうになっているわけです。で、昼間だけでも帰れることができるというのは、生活となりわいの再建の準備が始められるということでありますが、せめて現地で伺いますと、解除する前に、そのための最低限の条件は作っておいてほしかったと。それもやらずに解除宣言をしただけで、解除後も瓦礫の仮置き場も、排水ポンプの再建も、具体的手立てがまだ取られていないと。解除されてから3ヶ月になります。総理ね、解除収束宣言以降、あらゆる施策や賠償が結局のところ現場の実態を置き去りにして収束という方向に進みつつあることに対して、これ私言ってんじゃないんです、現地の自治体や住民の怒りが広がっているというのが現実であります。除染にしても一向に進んでない。例えば
島県の資料によりますと、県内の住宅で言ってもですね、1ミリシーベルト以上の対象になるのが60万7000戸ありますが、除染計画があるのでそのうち8万8000戸、実際にやった実績というのはわずか2000戸にとどまっております。農地に言えば12万ヘクタールありますけれども、それが除染が必要なのに、それが本当に進んでなくて、例えば畑について言えば計画もわずか2735ヘクタールで、実績はわずか2ヘクタールであります。福島に行きまして、いろんな方から言われました。すべての除染事業に対して線量の線引きなく 100% 国が財政措置することを明確にしてほしい。最終処分場について国が早期に決定をし、仮置き場設置を市町村任せにせずに安心できる仮置きの技術、この確立や住民のコンセンサス作りに役割を果たしてほしいと。さらに個人で発注する除染、すでに行った除染についても計画に位置づけて、かかった費用を国が保証してほしいと具体的な要望を聞いてまいりました。私、国が責任持つっていうんだったらやるべき手はいくらでもあるということを改めて言って感じました。どうして1年4ヶ月も経つのにこんな程度の実績しか進まないのか、これどうですか。細野担当大臣。福島の皆さんにはですね、大変依然としてですね、苦しい中で生活をしておられる方たくさんおられますので、政府の対応が行き届かないというのが多々あることについては改めてお詫びを申し上げなければならないというふうに思っております。先ほども総理からの答弁もありましたけれども、昨年末の冷温停止、事故の収束というのは、これは意味合いとしてはですね、むしろオフサイトについての対応に政府として全力を尽くしていくということでありました。そしてそのことは福島の皆さんにも我々としてはもう最大限お伝えをすべく、これまで言ってきたところであります。今ご指摘、笠井委員の方からご指摘があった除染でございますが、直轄でですね、除染をすべきところに関しましては地域の皆さんの同意を取る必要がありますので、現在その作業を各地で続けているところでございます。ただ同意がなされている間除染ができないのではですね、皆さんに大変申し訳ないことでありますので、常磐自動車道の除染を先行させたりですね、また拠点を作ることによっていざ面的な除染がすぐできるようにですね、その準備を進めているという、そういう状況でございます。一方で直轄地域以外につきましては、汚染状況重点調査地域にですね、104の市町村が、手を挙げていただきまして、そしてその中で、約9割の自治体でですね、法定計画または緊急実施方針に基づく、計画をすでに作っていただいています。この9割の自治体の中で個別にいくつのお家が除染できているかとか、どれぐらいの農地ができているかということについては、先ほど笠井委員がおっしゃったような形でですね、課題があるのは事実でございます。私どもとしては除染の最大の障害になっているのは仮置き場であるというふうに思っておりますので、環境省の職員がですね、それぞれの町に担当者をしっかり参りまして、仮置き場についての説明であるとか、さらにはその具体的な設置の仕方であるとか、そういったことについて一緒にやらせていただいているという、そういう状況でございます。細野大臣、除染の費用を7400億円補正か予算でついておったと思うが、さっきの笠井さんのお金の負担について少しご説明をしていただきたいと思います。いや、いや、何だけボロクソ言われたら、それは言わない。ボロクソじゃないですよ。ちょっと委員長、それはちゃんと言わない。はい、答弁。じゃあ委員長から、はい、ご指摘をいただきましたので、費用につきましては、これは国がしっかりと全面的に持つという方針でございます。福島の方に基金を作っていただいて、そこから除染費用を出しておりますが、様々なご要望、つまり、個人でやられたものについて、さらには農地について、いろんな個別のご要望をいただいておりますので、
ので、私も今、葛西委員が指摘をされたことは、すべて私にも直接聞いております。そういったことについて、できるだけですね、しっかり対応できるように、まあ、現在、努めているところでございます。葛西君。まあ、要するにだけど、進んでないっていう事実があるわけですね、ここは。だから本当にね、国が責任を持ってやると、それをだから、合意やれないとか、まあ、聞かれによっては地域の人のせいにするみたいなことあっちゃ絶対いけないわけですから、そこは言っておきたいと思います。賠償も進んでないんですね。これ原発事故被害者と東電との和解ということで紛争解決センターで、いろいろと取り扱ってますが、3000件余りの申請のうち和解成立は1割以下の300件足らずと。で、東電がとにかく和解について一旦はやるよって言ったけれども、それをやらないってまた言ってみたり、あるいは回答期限を引き延ばしたりということで、まあ渋ってる、妨害しているということが問題になって、政府も対応を取らざるを得ないって問題がある、やってると思うんです。避難区域の不動産賠償についてもまだこれ検討中で進んでないんですね。政府が支払い額を試算をして、古い木造家屋についてはこの築年数に関係なく新築価格の最低2割までは賠償する方向で地元に説明始まってるって伺ってます。だけども2割ではですね、家が再購入できないわけですよね。で、それができなければ生活再建できないと。で、火災保険とか、あるいは都市整備の場合だと、立ち退きだと、相当するものをちゃんと代わりに建てられるように出るわけですから、再購入の価格を賠償してもらわなきゃ、建て直しできないと、こういう訴え、切々としてありました。で、こういうことさえまだ検討中で、1年半、4ヶ月も経ったのに、具体化していないと。どうしてこれで被災者が希望を持てるというんでしょうか。枝野経産大臣。すみません、まず先ほど一言だけ、避難指示解除準備区域の件についてでございますが、もしこの区域見直しによってすぐに従来の生活に戻れるという受け止めをされた方がいらっしゃるとすれば、そこはさらに丁寧にしなきゃいけないと思ってますが、そこを誤解のないように解除の準備だと、でそこから時間かかるんだということ、準備が始まってからもですね、インフラ整備を始めて時間かかるんだということは丁寧にご説明をしていきたいと思っています。から賠償についてですが、ADR が遅れていることについて、はこれ文部科学省も今総力を挙げて人員の強化等を務めていただいている一方で、東京電力がADR のこの結論は、まあ事実上の片面的な拘束力を持ってそれに従えということは、前社長も私の目の前で約束をさせています。今回経営陣が変わりました。例のテレビ会議の公表の問題も経営陣変わったことによって前に進みましたので、新しい経営陣において被災者の立場に立ってですね、この ADRを通じた和解等がですね、迅速に進むようさらに指示をしてまいりたいと思っております。それから不動産の賠償について、これまさに生活再建に密接に関わるものでございますので、東京電力に任せることなく国が前面に立って各県自治体からご意見を伺いながら、東京電力の賠償基準に反映すべく調整を行っているところでございます。現時点でまだ具体的な数字等をお示しできませんが、できるだけ早くさせていただきたいということで、関係自治体とのから意見を伺うことを総力を挙げて全力を挙げて急いでおります。もう少しだけお時間いただければと思っております。葛西君、これ再購入できなきゃ意味がないんでね、そこのところはしっかりとそういうことでやってもらいたいと思います。それで避難区域から避難して帰還を切望する県民も、避難先での定住を求める県民も、避難区域外で長期被曝の不安にかかられて自主避難をされている県民も、不安を抱えながら残ることを決めた県民の皆さんも、みんな被災者であります。同じ日本国民であります。ところがこの30キロ圏ということで言うと、緊急時避難準備区域ということで言って、同じ区内で賠償や国保税の減免措置等に線引きが持ち込まれたりしていると。福島県内に分断の線引きするんじゃなくて、等しく支援する義務を政府は負っていると。政府は原発の被害はまだ継続進化しているという立場に立って、除染賠償、被災者支援を一体に行う必要があるということを強く求めておきたいと思います。それであれこれ言ってやっていると、努力する、まあ努力しなきゃいけないんですが、一向に進まないというところで言うと、やはりそれは政府自身が今回の原発事故に自らの責任をどれだけ感じているのかという問題があると思うんです。今回の国会事故調の報告書の重要な指摘の一つは、今回の事故は自然災害ではなく明らかに人災であると断じたことであります。総理はこの人災という指摘をどう受け止めていらっしゃるのでしょうか。野田内閣総理大臣。これまで規制と利用が一体的な組織であったことなど、従来の原子力安全の規制体制や
体系について問題があったことは、これは真摯に反省をし、原子力安全規制の設計を含めて規制体制や体系の抜本的な見直しを行っていかなければならないと考えております。政府としては地震発生直後から深刻な事態であるとの認識のもとで、原子炉の冷却であるとか住民の皆様の避難について、その時点時点において全力で取り組んできたというつもりでございますけれども、しかし今回の国会事故調のご指摘にもあるように、その判明した事実やあるいは対応において、事態の認識や、その対応において十分ではなかったということも、これはご指摘の通りのところはあるだろうというふうに思いますので、事故調から受けた、この中身をよく読まさせていただきまして、今後二度とこういうことが起こらないように適切に対応にしていきたいというふうに考えております。笠井君。今よく読んでというふうにおっしゃったんですが、国会事故調の報告書はこの地震発生前に当然備えるべきこと、実施すべきことをしていなかったことが福島原発の人災につながったというふうに指摘をしているわけです。総理もそういう意味において、今いろんなこと言われたんですが、人災だという認識を持っているのかを伺っているんです。で、持っているんだったら私はですね、大井原発も再稼働じゃなくてまず止めるべきだと、こういう指摘があったらこう思うんだけども、人災というふうに認識しているかということです。野田内閣総理大臣。事業者もそして政府においても、あるいは専門家の皆さんもそうかもしれませんが、安全神話に浸りすぎていたという意味においては、これは深く反省をしなければいけないというふうに思います。で、加えて規制と利用を分離すべきというご議論がずっとあった中で、ずっと一体で進めてきたという、その判断がずっとされなかったということも含めますと、やっぱりこれ誰がどうのという話ではありませんが、やっぱり歴代のいろんな人の判断の問題もあったのではないかというふうに思います。で、またさっき申し上げたようにですね、一旦この地震が発生をし、で、事故が発生した後、その都度全力を尽くしたと思いますけれども、事故調が指摘するように、その状況認識であるとか対応において十分でなかったということは、これも重く受け止めなければいけないというふうに思っています。そういうことなども含めまして、これから二度と起こらないようにするために、今回提言がいろいろ出ておりますけれども、提言の中では政府の危機管理体制の見直しであるとか、独立性透明性等の新しい規制組織の要件であるとか、原子力法規制の見直しといった項目がありますが、これらは先般の原子力規制委員会設置法として法律を整備をしていただいた分野もあります。あるいは今回のご提起の中でですね、すぐにでも実施していかなければいけないものもあるかと思いますので、そこはよく精査をしていきたいというふうに考えております。笠井君。安全神話に浸ってたと、それから規制と推進が一体となってたという問題を含めて、そこまで言われるんだったら天災じゃなくて人災と、なんでそこはっきり言わないのかなと私は思うんですけども、どうしてもそこをおっしゃらないというのはね、私不思議でしょうがない。世界が見てこの報告書について、今回の報告書は人災と言ってるのかっていうのは見出しで出るぐらいバーンとね、やっぱりそういうふうに注目されてるわけですよ。歴代の規制当局と東電との関係においては、報告書になります、規制する立場とされる側の逆転関係が起きて、規制当局は電気事業者の虜になっていたと、その結果原子力安全についての監視監督機能が崩壊していたと。で、この虜の関係が崩壊しないまま、これまでの試験いろいろやるとか、いろんな意見聞いてっていうふうにやって再稼働を始めていくということになったら、福島の教訓は何も生かされてないじゃないかということになるわけです。総理のそういう姿勢になると、結局のところは人災を再び繰り返すということになってしまうと、そうなったらどうやって責任を果たすかという問題だと思います。この福島の話、ひとたび事故が起こったら他の事故とも違う本当に特別の異質の危険が原発事故長期にわたって時間的にも空間的にも地域的にも及ぼす、まさにそれを我々1年4ヶ月目の当たりしたわけです。今こそ福島県が復興の基本理念に原子力に依存しない社会を謳って、県内の全原発の廃炉を求めている重い事実を受け止めて、原発ゼロ日本への決断を強く求めたいと思います。そこでそういうことも含めてなんですが、先ほどあれ議論ありました、政府はこの将来の原発比率の問題、あるいはエネルギーどうするかということについて、国民から直接意見を聞く、そして8月末までに決定するということで、先ほども赤松委員ともやり取りがありました。で、3つの選択肢、あるいはそれにとどまらないという話もありましたが、その議論の問題について若干質問してみたいと思うんですが、この7月初めから
いくつかの形態での国民的議論を始めるというふうにしております。その一環として今週週末ですね、7月14日から8月5日までの間に全国で意見聴取会を開催するということでありますが、この開催形式のポイントは何か説明してください。古川担当大臣。この意見聴取会はですね、まさに今回お示しをさせていただいた政府の、3つのシナリオ、それをベースにして、それぞれ、このシナリオがいいんじゃないかという方々、代表者の方々にですね、3人ずつ出ていただいて、皆様にご議論をいただくと、それを私どもですね、しっかり聞かせていただくという形で進めさせていただきたいというふうに考えております。笠井君。国民的議論をするということで、11カ所でやるということなんですが、1会場ごとの時間というのが、この要項を見ますと、わずか1時間半程度というふうになってますが、これ、どうしてなんですか。古川君。そこはですね、じゃあ何時間やればいいかということかもしれません、おっしゃっておられるかと思いますけれども、私どもとしてはですね、お集まりいただいた、それぞれのシナリオをベースに考えられる代表者の皆様方からご意見をいただいて、またその方々で少しお話をしていただく時間も作ってさせていただくと、それで大体、1時間半から2時間程度、そうした時間というものを設定をさせていただいたということでございます。笠井君。先ほども枝野大臣もしっかりしたその議論ということで3つだけでも多様な意見があるんだと、それから他の大臣も総理も言われたともしっかりした議論が必要だと言われたと思うんですが、この1会場ですね、100名から200名の参加者ということでありますが、そのうち今古川大臣が言われたみたいに、意見陳述するのはわずか3人1つのシナリオ選択肢でかける3で9名ということですが、これ100名から200名のうちわずか9名しか意見陳述を認めないってなぜですか。古川担当大臣。今回のですね、シナリオのご提示は国民同士の皆さん方で、エネルギーの話についてご議論いただきたいと、特に基本的に原子力依存度を下げていくと、その中でじゃあ再生可能エネルギーどこまで、そしてまた化石燃料もどこまで、ですね、そこを依存していくのかと、原子力の依存度を下げていくという、そこをベースに3つのシナリオを示しさせていただいているわけでございます。その中で、それぞれの、シナリオをベースにして、その考え方に立たれる方々というものを無作為で今回3人代表として選んでいただいてお話をいただき、そしてそのお話を受けて、この他に聞いていただく方々は、ですね、については、アンケートを取らせていただいて、皆様方がどういうお考えを持ったか、そうしたこともですね、私どもとしては受け止めさせていただくという形で、さまざまな国民の皆様方のご意見をですね、そうした形で、聞かせていただきたいという形で今回の形を取らせていただきたいということでございます。笠井君。そうすると100名から200名集まって、3人かける3人がお話になって、それでアンケートであと他の人は意見を書くと、質疑応答時間はないんですね。古川君。ここではですね、意見を述べて皆さん、いただく皆様方でご議論をいただくと、意見不要もしていただくということを考えておりますので、そうした形でアンケートをいただいて、皆様の考えはですね、私ども受け取らせていただくということを考えております。笠井君。そうすると意見述べる9人だけが発言すると。古川担当大臣。その場の発言はそういうことであります。笠井君。今週からの3連休、土曜日含めてですが、埼玉と仙台と名古屋の3カ所で、意見聴取会が開かれると要項にあります。それで昨日この3カ所については11日の日に参加申し込みが夕方5時に締め切られたということでありますが、この当日の開催時間、何時からこれをやるかということについてはいつ決定公表されましたか。古川担当大臣。
ちょっと手元に今すぐございませんけれども、もうすでに決まり次第ですね、これはご公表をさせていただいております。笠井君、ちゃんとそれ答えてください。その役に分かるでしょ、役に事務方の方、事務方いるの。古川担当大臣。昨日発表させていただいております。昨日はい、昨日ですよ。昨日ですか。はい、昨日発表させていただいて。それは何締め切った日に開催時刻を発表したんですか。参加申し込み、普通はですね、いつどこで何時からやりますって話なんですけども、申し込み締め切りは昨日の夕方5時なんですよ。で、今の古川大臣のあれだと、何時から開催しますっていうのを知らせたのは、決めたのは昨日ですか。古川担当大臣。これは時間調整とかありましたので、そこは昨日の時点で、時間を決めて、発表させていただいたということでございます。時間調整って何ですか。普通こういうのは場所何日 何時からどこでっていうのは開催予行であってる間でしょ。時間調整って何の調整。古川担当大臣。会場のですね、調整等ので時間を、調整させていただいているということでございます。ちょっと説明じゃないですよ。会場は借りているわけですから、借りた途端に時間は分かるわけですよ。ちょっと答弁を整理してください。そうでしょう。古川担当大臣。募集時点ではですね、日にちと場所はお示しをしましたけれども、開催時間については調整を次次第お示しさせていただくということで、募集させていただいたということでございます。なんでそんなことするんですか。普通は何時からなら出れるって今申し込む人は考えるわけですよ。だから朝6時だったら出れないし、夕方9時だったら出れないし、だから何時になって1時だって言うんで、それで申し込みできるねって言って行くわけですけど、申し込んだけどその時は何時からなんか分かんなくて、後になってからなんで開催時間決まるんですか。古川担当大臣。ちょっと信じられないな。ちょっとこんなことにならないな。遅くなったことは、これは本当にお詫びを申し上げなきゃいけないんですけれども、先ほど申し上げたように、さまざまな調整をするのに時間が少しかかったということでございます。笠井君。ちょっと委員長、これ理解できないんですけど、国民の声を聞くことが目的のはずなのに、さまざまな調整があって、何時から開催するかはその日になって締め切りの日に知らせましたと。で、1会場ごとの開催時間はわずか1時間半で、しかも200人ぐらい集めて、たった9名しか意見陳述できるものは認めなくて、ましてや質疑応答の時間もなくて、そもそも開催時間すら直前まで誰もわからないと。こんなのあるんですか。で、そもそもですね、この意見聴取会の開催場所の選定についても、私ちょっとクエスチョンマークあるんですけど、全国11都市で実施するということでありますが、なぜ11都市なのか。例えば福井県からは、原発立地の都道府県で見ると北海道、宮城、福島だけで、大都市に偏り気味ではないか、福井県などの意見が十分届くのか疑問が残るという声も上がっている。これだけの大問題ですから、私は全都道府県とか、もっと全国的に数多く開催すべきじゃないかと思うんですが、なんで11箇所なんですか。古川担当大臣。今回のですね、これ別に意見聴取会だけじゃなくてですね、国民同士さまざまな形の議論をしていただきたいということで、情報データベースをですね、整備をして、ここに必要なご議論をいただくための、そうした情報の提供というものもさせていただきます。また、意見聴取会につきましては、これは動画での中継配信も行いますので、会場に来れない方々にはそうして形で見ていただくこともできますし、またさらには討論型の世論調査と、そういうようなこともやらせていただきたいというふうに思っております。そしてまたパブリックコメントでいろいろ皆様方からご意見もいただきたいと思っております。今回はそうしたさまざまな形でですね、皆様方に、国民の皆さんにですね、ご議論をいただいて、そうしたご議論の結果というものを私どもとしては、真摯に受け止めていきたいという形で、今回さまざまな形を取らせていただいているわけでございまして、この意見聴取会だけということではございませんので、ご理解をいただきたいと思います。笠井君。討論型世論調査って、これ新しくやるっていうんで随分言ってるわけですけれども、これも東京で300人ぐらいで1回やるだけですよ。
パブリックコメントと言いますが、これ7月2日から31日まで意見を出してくださいって言ってて、そのことをこのホームページで発表したのは7月7日でしょ。事務方に聞いたら7日に発表してるんですよ。2日からもうパブコメ始まって31日で締め切りなんですよ。これ十分できるかって話だと思うんです。しかも11箇所といえば、例えば北陸地方は富山市なのはなぜかっていう話になってます。富山結構だと思うんですけれども、しかし北陸では交通の便考えたらなんで金沢市じゃないのかっていう意見もあります。なんでですか。古川担当大臣、時間が来てますから短くやってください。まだ別にですね、どこかはなんか排除してとかそういうことではなくて、まあ全国、まあバランスよくですね、さまざまな地域でご議論をいただ、そして直接私どもがお話しするというよりも、それぞれの立場の方々のご意見をですね聞く、そういう機会を設けさせていただいたということでございますので、なんか特定のところを外したとかそういうことではなくて、まあ全国バランスよくという形で11箇所選ばせていただいたということでございます。笠井君、笠井と申します。時間が来てますから、先ほど前の質疑者は2分間伸びてるんですからね。共産党さんにも質問を配分してます。まだあと2分間あります。ありません。この11都市を見ますと、ありません。富山市にはですね、北陸電力の本店があります。共産党さん、それは仙台市には東北電力の本店があります。名古屋市には中部電力本店があります。大阪市には関西電力の本店がある。福岡市には九州電力本店など、すべてがとにかく電力会社の本社が所在地です。まとめてください。単なる偶然じゃありません。まとめてください。まとめてください。最後に総理に伺いますけれども、あれだけの原発事故があって、今後の日本の選択大事な問題と、選択肢そのものもこれでいいかという議論があるのに、もっときちっとやる必要があると思うんです。このやり方がいいのかどうか。そしてもう一つ、官邸前であれだけ20万人集まっておられます代表の方が総理に会いたい、直接申し入れたいと言って、笠井君、次の質問からも手当てを出しますよ。そういう形できちっと受け止めていただきたいんですが、いかがでしょうか。最後にで笠井君の質疑は終了いたしました。ダメです。次に斉藤康則君、おかしいですよ。大幅に超過してます。違いますよ。ダメです。おかしいですよ。だって前の質疑者が他の人の議事官を考えてください。2分間ダメです。伸びたんでしょうか。いつも共産党さんなんかには人数以上の質疑をさせてます。おかしいですよ、はい、おかしいですよ。それでこれそれはいつもどんと欲しくやりましょうか。おかしいでしょう、委員長。だってダメ。斉藤君。はい、委員長。新党絆の斉藤康則でございます。梅雨末期の集中豪雨がございまして、熊本や大分で大きな被害が出てしまいました。